松屋さんと松の屋さんの併設店舗さんに、夕飯食べにやってきました。どれを食べたかったかというと、こちらです。この、松屋さんのニュースに載ってる、このチゲがお手頃サイズで登場、ミニチゲ発売ということで、これが、食べたかったんですよね。で、これが何かというと、これね、12月12日10時発売開始の、お手頃サイズのミニチゲなんですね。料金は290円です。で、これが、以前は大きいサイズのチゲが、販売されてたんですよ。で、それを食べた動画がこちらです。この、牛スンドゥブキムチチゲが美味しくて、もうね、ご飯が止まらないぐらい美味しかったんですよ。ということで、今回ミニチゲが発売されたんで、ミニチゲと、牛丼をセットで、いただくことにしました。で、この牛スンドゥブチゲが、ここにも書いてありますけど、魚介の旨味、ピリッと辛いコチュジャンなどが凝縮されたチゲスープは、体を芯から温めますと。これね、ほんとね、コクが抜群で、熱々でご飯が止まらない美味しさだったんですね。ということで、牛丼の大盛りと、このミニチゲをセットにして、オーダーしてみました。それでは呼ばれたので、早速取りに行ってきます。さて、出来上がってるでしょうか。呼ばれたんで、もう出来上がってますね。あ、これね、パッと見、ミニじゃないっぽい感じのサイズ感ですよね。これ左の牛丼は大盛りなんですよ。で、右がミニチゲの290円。これそんなにミニじゃないですよね。なんかちょっとここで嬉しいサプライズがありつつ、テーブルに運んで、七味とか紅生姜セッティングしたいと思います。そしてセッティングし終わったらこんな感じですね。七味、紅生姜。で、これがね、ミニ牛スンドゥブチゲ、これミニじゃないですよね。家族は、松の屋さんのフェアメニューのチキンカツ食べてました。あ、そうそう、家族は、最近チョコザップ始めて、あまりご飯、お米食べないんで、これ家族のお米、ご飯もらいました。家族は、ちょこっと一口サイズのご飯、このぐらい残して、私にあと全部くれました。まあ、ちょこっとコミットしたみたいですね。さて、これから松の屋さんのこれですよ。牛スンドゥブミニチゲ、これ熱々なんですよね。もうね、いい香り、キムチのいい香りしてますね。これまたコクがあって美味しいんですよ。魚介のコク、ほんとたっぷりありますよ。なんだろう、ホタテとかアサリの出汁なのかな。あ、これ白菜キムチ、牛肉もね、たっぷり入ってるんですよ。これでミニって言うんで、松屋さん太っ腹ですよね。美味しいですよ。とっても美味しい。やっぱりこのコクのある美味しさには、やっぱりご飯ですよね。これね、スプーンに乗っけてもね、これハーフダイブ。ハーフダイブさせて、半分紅白。紅白でいただきます。めちゃくちゃ美味しいですよ、これ。なんだろう、このコクがいいですよね。さらっとしてるスープなんですよ。でも、コクはビンビンですね。もうね、今度はフルダイブさせてみたいと思います。汁も多めで、スプーンでガブリやるとめちゃくちゃ美味しいですね、これ。なんかこれだけでもご飯、大盛り2、3杯食えそうですね。さて、牛丼ですよ。あ、その前に、フレンチドレッシングダクダクの、生野菜サラダですね。これを、お口直しにいただいてから、牛丼の大盛りいただきたいと思います。この牛丼のお肉がまたね、薄切りなんですけど、脂身がプルプルっとしてて、よーく味が染み出て、これが美味しいですよね。七味が合うんですよね。そしてこのあたりの、ちょっとね、つゆが染みたご飯、これがまた美味しいんですよね。やっぱり牛丼最強ですね。やっぱり改めて牛丼美味しいなって感じますよね。そしてもう紅生姜ですね。なんでこれ牛丼食べた後に紅生姜食べたくなるんだろう。この酸味がこうキュッと引き締めてくれるんですかね。牛丼の甘さをね。そしてまた再びこの、タレ染みご飯をいただきます。もうめちゃくちゃ美味しいです。もう改めて牛丼うまいなと感じつつ、牛丼いただいてます。このお肉ですね、もうプルンプルンしてますからね。これやっぱり大盛りだと牛肉の量も多くて、なんかこう満足感というかボリュームあっていいですよね。で、この牛肉食べた後はもう紅生姜で、甘い味付けの牛肉の後は、酸味の強い紅生姜で引き締めると。そして、この牛スンドゥブチゲですね。このご飯浸して食ったらもう本当美味しいですよ。お肉もたっぷりですよ。お肉絡めてくるんでからの、ひたひたにしてからのこれがね、本当美味しいですよ。これでミニサイズで290円なんで、これちょっとコスパ抜群ですよね。これほんとおすすめだと思います。さて、美味しく食べ進んで、牛スンドゥブチゲなくなったんじゃなくて、もうね、ご飯にかけちゃいました。ご飯にかけました。もうね、一回一回ダイブするのが あれなんで、もう全部かけちゃいました。これかけたらね、
さらに、ご飯に味が染みて、いや本当美味しいですよこれ。お肉たっぷり、白菜キムチもたっぷり入ってます。でちょこっとね豆腐も入ってるんですよ。それがねむにゅっとして美味しいんですよね。さて、食べ進んで牛丼も残りわずかになったんでね、新たに紅生姜散らして、そしてこの牛スンドゥブも残りちょっとなってきましたよ。でも最後までね味が染みて美味しいんですよ。ということで、松屋さんの、牛スンドゥブ、ミニチゲ290円、それに、牛丼大盛りのセットの、食べ動画でした。寒い冬にぴったりの、体が温まる、コク抜群のスープがとっても美味しい牛スンドゥブミニチゲ、とっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。